ここが私たちのお部屋だね。わ、すごい、お庭があるんだね。あれ、お庭以外にも何かあるよ。あ、これって露天風呂？すごいけど、なんか恥ずかしいね、個室の露天風呂だなんて。でも入るのが楽しみ。一緒に入ろうね。あ、浴衣もあるみたい。せっかくだし着てみるね。ねえ、キリトくん。着替えてみたよ。この浴衣、なんか柄が可愛いかも。キリトくん、わかってる。早速入ろうよ。一緒に入っていいよね。先に脱衣所使ってもいいよ。男の子の方が早いからね。バスタオルを巻いてっと。せかさないでよ。なんかキリト君が近くにいるって考えるだけで焦っちゃって。奥さんになってもこんな格好をするのは恥ずかしいんだからね。はあ、日頃の疲れが流されるようだ。もうおじさんみたいだよ。でも本当に気持ちがいいね。ここから見えるお庭、風情があるね。キリト君もそう感じるでしょ？まさに日本庭園って感じがするよね。改めて考えると、キリト君と一緒にお風呂って入ったことなかったかも。でもこういう機会って一緒に入る絶好のタイミングだよね。恥ずかしいけど別に入りたくなかったってわけじゃないんだよ。女の子はタイミングとかも大事なんだからね。キリト君、なんか緊張してない？キリト君、なんか緊張してない？ほんと、気持ちいいね。ずっと入ってたいな。
ト君、こんな時になんで写真？キリト君、こんな時になんで写真？あったまるね。来てよかったね。ほんと気持ちいいね。楽しかったけど、あっという間に終わっちゃったね。キリト君の今回のエスコート、すごく嬉しかったよ。さて、そろそろ寝よっか。明日も早いからね。じゃあ、おやすみの。おやすみなさい。この浴衣、なんか柄が可愛いかも。キリト君わかってる。早速入ろうよ。一緒に入っていいよね。先に脱衣所使ってもいいよ。男の子の方が早いからね。バスタオルを巻いてと、せかさないでよ。なんかキリト君が近くにいるって考えるだけで焦っちゃって。奥さんになってもこんな格好をするのは恥ずかしいんだからね。はぁ、日頃の疲れが流されるようだ。もう、おじさんみたいだよ。でも、本当に気持ちがいいね。ここから見えるお庭、風情があるね。キリト君もそう感じるでしょ？まさに日本庭園って感じがするよね。改めて考えると、キリト君と一緒にお風呂って入ったことなかったかも。いい雰囲気って感じだね。それでさ、でもこういう機会って一緒に入るタイミングだよね。幸せな時間だね。それでね、でもこういう機会っていい雰囲気って感じだね。
る絶好のタイミングだよね。くすぐったいよ。もう、でもこういう機会って一緒に。何？それでさ、でもこういう機会って、はあ、呆れちゃう。もうちゃんと聞いて。でもこういう機会って一緒に入る絶好の。くすぐったいよ。でね、でもこういう機会って一緒に入る絶好のタイミングだよね。恥ずかしいけど別に入りたくなかったってわけじゃないんだよ。あんまり嬉しくないな。でね、女の子はタイミングとかも大事なんだからね。それでね、女の子はタイミングとかも大事なんだからね。幸せな時間だね。なんだか心も体もポカポカしてきた感じ。よかったね。ほんと気持ちいいね。時に撮影するのね。あったまるね。楽しかったけど、あっという間に終わっちゃったね。キリト君の今回のエスコート、すごく嬉しかったよ。さて、そろそろ寝よっか。明日も早いからね。じゃあ、おやすみの。おやすみなさい。